本日はウェブクリエイター兼講師として活動されているライクネスデザインの高木美咲さんにお話を伺います高木さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは高木さん一つ目の質問ですどのような夢やビジョンをお持ちですか教えてくださいはい、えー、私は現在フリーランスでホームページ作成とホームページの作成レッスンの仕事をしております ホームページ作成は個人の方から法人様まで幅広いジャンルのホームページを作らせていただいています今ネットで検索するのが当たり前の時代ですのでクライアントさんに喜んでいただくことはもちろんなんですけれどもホームページを訪れた人の心をつかむようなデザインというのを心がけていますそしてそのようなホームページを作り続けるということが私の夢です で作成レッスンの方では、主に HTML と CSS というコーディングというものをマンツーマンで対面で教えていますで。スキルを習得して在宅で仕事をしたいという方のサポートをしております。私自身もコーディングスキルを身につけたことで、会社員以外の働き方の選択肢が増えまして、 えと現在はストレスフリーな理想のライフスタイルに近づくことがあのできました、うんえー、もしも同じように考えている人がいれば、えー、と一人でも多く在宅ワークができるような支援をしていきたいというビジョンを持っていますで今現在は、えー、個人で、えー、フリーランスでライクネスデザインという屋号で仕事をしておりますが ゆ、えー、ゆくゆくは法人化も視野に入れながら活動をしております、まあでもまずは、えー、今の自分にできることを着実に続けていくことが大切だと思ってまして、えー、これから事業を大きくしたいですとか今よりもっと稼ぎたいというそういった拡大思考ではなくてほそぼと,とでもいいから長く続けていきたいと、えー、そのように考えています。 はいありがとうございますあの高木さんが考えられていることがよく伝わりましたあの心をつかむウェブの作成とあとはその在宅ワークの生き方をあの伝えていきたいということではいありがとうございます、はい、それでは二つ目ですねそれらの夢ビジョンを具現化するためにどのような目標や計画を立てていらっしゃいますか はいえー、まずホームページ制作はホームページを作りたいというお客様がいないと成り立たない仕事です。なのであのお客様に喜んでもらえるよう一つ一つのホームページを丁寧に作っていくことでそ,れそして、えー、もう一つは今よりも発信力を高めていくっていくとうことが目標ですまた、えー、私一人でできる仕事量というのはどうしても限られてしまいます。 なので、レッスンの卒業生たちにも、簡単な更新業務っていうのをあの手伝ってもらいながら、分担できる作業っていうのを振り分けながら進めています。で将来的には、生徒さん一人でも全てお任せできるような仕組みを作って、業務をシェアできるような環境を作っていくということを計画しています。でさらにあの、クリエイティブな仕事をするためには、 えー、頭の中をすっきりさせたりですとかあとは心の余裕がないとあのなかなか難しくって、ね、すごく忙しすぎて毎日予定をぎゅうぎゅうに詰めてしまうとどうしてもいいアイデアは、うん、いいアイデアっていうのは思いつきませんなので一日の生活リズムを整えたりとかあとは仕事の合間に休憩時間をきちんととったりとちょっとこう体を伸ばしたりストレッチをしたりして。 健康面にも気を使いながら仕事をしていくということも、あのまあ全て今できているわけではないんですけど、そういったことも目標にしています。なんかどれもめちゃくちゃ大事な要素だなとはい、聞いてました。もうとにかく、まずベースは1日の生活リズムですよね。そこで。はい <laughs> <laughs> そこで本当にストレスなくすっきりできるかどうかがかなりパフォーマンスに何か影響するっていうのはよく分かります。あとあのさっきおっしゃった生徒さんと更新業務をシェアしてチームプレーというかチームワーク仕組みでどんどんこう回そうとしていくことも素晴らしいなと思いましたなんか、うんうん。それによってどんどんん 結果的に事業が広がっていくっていうとこなのかなそうですよねいうう思いましたはい、はい、ありがとうございます、はい、そしたらその目目標や計画に対して現在どのような活動指針を持ってえ、どのような活動をされているかもう少し教えてくださいはい本編、えー、制作とレッスンとどちらにも言えることなんですけれども、えー、自分自身がインプットをしていないと 人にアウトトプットしたりっていうのはできません最新のウェブデザインをチェックしたりとかあとはコーディングのスキルアップのために日々情報を得つつあとは新しいコードとかを自分でテストで試してみたりとかして日々勉強をしていますそしてインプットをする時に1点だけ注意していることがあります それは情報をすべてこう鵜呑みにしないということを気をつけてます。え特に今 SNS であのいろいろ調べる方が多いと思うんですが、まあいろんな方がいろんな情報を発信していて、で中には有益な情報っていうのもあの多いんですけれども、あの必ずしもすべてが自分に合ったやり方ではないと私は考えています。でえっと誰かとこう比べてしまって。 あの落ち込んでしまう原因にもなってしまうのであの今本当に自分が欲しているあの必要な情報だけをこう抜粋してインプットするようにしています。で、えー、と今 Web デザインのスクールや講座っていうのがとても増えてきてましてあの本当に大手さんから個人の方までいろいろあるんですけれどもあの私は今個人でやっているので。えっと 個人だからこそできるきめ細かいサポート、えっと、そういったところを活かして一人一人の,あの寄り添った、えっと、レッスンというのを心がけていますでそのレッスンが終わった後もあのも先ほども申し上げたんですけれども制作業務の一部を手伝ってもらいつつあとはあのその人個人が仕事を受注するためのアドバイスあとは受注してからどうやって進めたらいいか いいうとこ時の相談にも乗ったりしています私自身もあの本当に未経験で Web 業界に入ったのであ,のこうあまり難しい言葉っていうのは使わないように、えっと、それは制作の面でもレッスンの面でも気をつけてまして、えー、例えばその ファーストビューっていう言い方があるんですけどそれではなくトップページを開いた時に一番上に出てくる大きい画像ですとかあとは、はいスマホ対応、えー、とよくレスポンシブ対応っていう専門用語で言うんですがではなくてスマホに対応したホームページですとかあの初めてホームページを作る方とか あとはコーディングを初めて触れるという方にも分かりやすい説明をするようにしています。あとは発信面の方では、あの私の、えー、とライクネスデザインのことを知ってくれた方にあの何で知ったのかっていうのをいろいろ聞きますと、8割、9割があのインスタがきっかけだったんですね。でそこからあのホームページに飛んでくれて、 でさらにそのホームページを見て、よりこう信頼感が高まったっておっしゃってくれる方がとても多いです。ですので、あのインスタとホームページっていうのをこううまく併用しながら、あの認知度を徐々に広められたらいいなと思いながら活動しています。 はい、ありがとうございます。先ほどの,の。言葉の言い回しの具体例がものすごく。わ <laughs> <あ>かりやすくて、<laughs> 私でもわかりました。<laughs> はい。あの、常に、こう、そういうふうに。気をつけられてるんだなっていうことがよかったわ。そうですね。なるべく、あの、カタカナを使わないように、ひらがなを心がけてます。<laughs> はい。そうですよね。あの、お客様もそうですし。 生徒さんも、はいね、ん一つ一つなんかこう階段を作ってくださってるんだなっていうのがよく伝わりましてあ,ありがとうございます。先ほどインスタグラムからの、はい、あの来られてる方が多いという話だったんですけど、<あ>インスタグラム側での発信で気を,気をつけてるというか心がけていることはありますか？ そうですね私は主にあのコーディングを勉強中の方に向けた発信をしていましてあのコーディングの細かいこうテクニックだったりとかあのこういうデザインだったらこういうコードを書くとかそういったちょっとした、えーとまあ、コードのテクニック的なところを、えー、メインにあの発信しています。 どちらかというとそのプライベートな生活の部分というよりはあの仕事によりこうつなげられるようなそういった情報を発信すするようにしています実際あの見られた方にとって、まあ、こう有益なというかにいりたいなと思ってた方がそれを読んでなるほどって思ったところに高木さんの ページに飛ばれてなるほどって思われるってことですよね。そそうですねおそらくあとは他のあのウェ,ブウェブデザイナーさんの方とちょっと特殊なあとは違うあの割とマニアックなことを発信しているのでそういった意味でも他の方とはこ,うあこの人は何か違うっていう風な印象を あの持たれているようです。うん、なるほどはい。ありがとうございます。わかりました。では次の質問に行きます。え、そもそも今そのウェブの作成とレッスンのまあ、夢やビジョンを語ってくださったんですけれども、その夢やビジョンを持ったきっかけは何でしたか？そこにはどのような発見や出会いがあったのでしょうか？ はい私の夢の,あの根本にあるのはものづくりになってますで今現在はウェブ上でのものづくりをしていますが大学の専攻は服飾系だったんですね。で、えー、とゼロから何かを作り出すっていうものづくりが好きになったきっかけはあの幼少期小学校低学年くらいだったと記憶してるんですが。 私の母や祖母があの裁縫がとても得意なあの人でそういった環境で育ちました幼い頃から洋服をこうおばあちゃんに作ってもらったりとかと針と糸の使い方を教わったりしているうちに、まあ、自然とそっち方面に興味が湧いてましたでだんだん小学校高学年とか中学生になるにつれて、まあ、ミシンを使わせてもらえるようになったりとか まあできることがどんどん増えていったのであの友達にバッグ手提げバッグを作ってあげたりですとかあとは自分の,あのスカートをあのすごい簡単なスカートとかを作ったりしていましたでそんな感じでこう自分が作って手を動かしてこう一生懸命作ったものをあの家族や友達から褒めてもらえるとあのさらにこう嬉しさや楽しさが倍増して。 ものづくりってあの楽しいなっていうふうにあのどんどんこうのめり込んでいきました。であとはあの私の正確な部分もあると思うんですけれども自分一人が幸せとか楽しいとかではあ,のあまりこう満足できなくて周りの家族や友達みんながこう身近にいる人たちが幸せで初めてこう。 大きい満足感を得られますでそこら辺がレッスンの授業を始めたきっかけになっています。そのものづくりの楽しさをこう誰かに伝えて、えー、とやり方を教えてでその人があこれって楽しいとかあの嬉しいとかそういった充実感を味わってもらうことがあの原動力になっています。なるほど 二点言っていただいたその作り出すワクワク感っていうところとあとはあ身近な人周りの人自分だけではなくて周りの人とこう楽しんで共有したいっていうその思いがすごかったんですねあそうですね、うん、そのすごいですねバッグやスカートトリシー作ってっていう、うんそこからもうえ、それな 何歳ぐらいのお話ですかえっと多分中学校ですね中学1年生とか2年生とかすごいそこからもうすでにあの今のようにあの周りの人とこう楽しむっていうところが始まっていたあそうですねまあその頃は誰かに教えるってことは全然やってなかったんですけど <laughs>、うんまあ、単純に自分が作ったものをあ,のあげるっていうのが好きでした。うん <laughs> あじゃあそ,れそれで言うとう今ウェブの作成してお渡しするっていうそっちの喜びとつながってそうですね。ねはい、なるほど。はいじゃあ次の質問なんですけどその発見や出会い、まあ、そのワクワク感とか、えー、あとは周りの人と一緒に共有しながらあのやるのが、えー、すごく、えー、モチベーションになっているという話だったんですけどさらにその背景には何があったのかということで。あの まあ、ご自身のことをどう思うかでもいいですしあの、まあ、今のお仕事をは始めるあのきっかけっていう意味でもいいんですけれどももう少しこう背景として思う持っていることがあれば聞かかせていただけますかあ、はいまあ、これあの一つ前の質問にも少し重複するんですけれども、うん、今のようなフリーランスの働き方に誇りを持ったきっかけは、はい 実は両親の影響がとても大きいですで私の両親は自営業をずっと営んでおりましてで父と母の主に2人であのずっと仕事をしてきたので家の中でも仕事の話が飛び交っていた家庭環境だったんですね。でしかもそれがあの子供ながらにとてもこの2人が楽しそうに話しているのをあのよく覚えてます。 なので、あの自然と、まあ、そういった環境で育ったのもあると思うんですが、私も将来はこう自分で何かをやりたいっていう気持ちがとても強くなりました。であとはものづくりっていう、まあ、特に裁縫とか洋裁が好きだったので、まあ、初めはあのその道に進みましたあの。大学も服飾系に行ったりですとか。 もう本当にそこの道一本で行ったんですけれども、まあ、やはりその会社員という決められたルールの中ではなかなか自分が本当にやりたいことだったり作りたいものっていうのが作れなくてそこでちょっとこうジレンマになってしまってだったらもうフリーランスになりたいなっていうのを再度強く思うようになりました。 ただそうは言ってもそのアパレルでこう自分のブランド立ち上げるとか、はい、あとは自分でこう洋服を作って誰かに売るとかあのそういったことはなかなか、まあ、働いてみて分かったんですがかなり厳ししいっていうのを感じました、はいで。そこからまあ20代こう半ばから後半にかけて、えー、と2回転職をして。 しながら、まあいろいろ何ができるかなっていうのを模索した時期でもありました。で、そんな中で、またあのきっかけが両親になるんですけれども、あのその自営業の仕事の一部をちょっと手伝ってほしいって言われて、でそれがあのたまたまホームページの簡単な更新業務だったんですね。はい。で、そこで初めて。 HTML とか CSS っていう言語を知ってでしかもパソコン一つで仕事ができるっていうところに非常に魅力を感じましてでそれとともにものづくりが好きな性格もあったのでそのパソコンで、えー、と仕事ができてでそのクリエイティブなことができる Web の分野っていうのにあのどんどんこうあ いいないいなって思ってでそこから本気でちょっと勉強し,してみようかなと思いました。でその勉強する時に、まあ、在宅で簡単なあの仕事をやってたとはいえそこまでその行動を詳しく書けるとかこうデザインを再現できるっていうスキルは全くなかったですし、まあ、ほぼ未経験の状態だったので一度その ウェブの制作会社に転職をしまして、えー、とそこで、えー、社内の先輩たちにこう手取り足取り教えていただきました、はい、それがあのコーディングスキルを習得できた一番の要因というかそういった環境がとてもありがたかったですなので、えー、とそこで一通りできるようになったので よりフリーランスへの道っていうのがイメージが湧きやすかったです。はい、なので、まあ、主な背景としては、ものづくりが好きっていうことと、フリーランスへの憧れ、この2点が大きかったです。わかりました。とてもわかりやすい,ああいす <laughs> お話いただいてありがとうございます。 ウェブのきっかけも、ご両親のだった、ね。そう、そうで、ね、<laughs> 本当に身近な人からの、こう、ちょっとしたきっかけで。こうやってみようっていうところから道が広がっていくものなんですね。はい、そうですね。あの、全く興味なかったところだったので <laughs>。まさか、今、こんな感じになってるとは、ね。そうですね。うんでも、そこから、あの。フリーランスの思いを持ちながら、一度。 制作の会社にも入られてその経験も生かして今につながっているっていうことで本当に高木さんの人生が全部こう全てがつながっている感じが今お話で聞きながらそうですね、まあ、今思えば振り返ればそうですけど <laughs>、はい、その時々は結構悩んでましたね <laughs> うん確かに先ほど20代の後半は模索してたって話もありましたね。はいはい まあ過,ぎ過ぎてみればっていうところでそうです、ね、<laughs> その時その時はに一番なんか心が動くというかなんか響いた選択をされてきたっていうことですかね,そうですね。まあでも結構周りの人に、あのー、なんだろうい,いい人が多かったと言いますか <laughs> あの自分一人ではここまでできてないので。 関わってくれた制作会社の方たちにも感謝ですし、まあ、フリーランスになってからもあの本当にいいお客様に巡り合えたのでそこは本当に感謝してます。はい、ありがとうございますではお時間もそろそろなので最後に視聴されている方へのメッセージをお願いいたします。はい ここままでごご覧いいただきありがとうございます、えー、ホームページはあの私はネット上の名刺代わりだと思っています。で今回のこのインタビューもこの稲垣さんがアイクネスデザインのホームページをご覧いただいたところから始まっています。で未経験スタートでもコーディングを習得できたからこそデザインを再現できる幅がとても広がりました。 お客様のサービスを分かりやすく載せるだけではなくその人らしさや世界観を表現できるというところをあの、まあ、一番の売りにしています。ラライイイククネネススデザインのという言葉には、えー、似ていることとか、えー、似顔絵などの意味がありましてお客様のその人らしさを表現するということをモットーにしています。 スキルがすごく高くて何でもできるっていうすごい素晴らしいクリエーターさんは世の中にたくさんいらっしゃるんですけれどもお客様のイメージを汲み取るっていうスキルはそれとは全く別だと考えています。丁寧な対応だったりとか分かりやすい説明とかあとは市民になってこうアドバイスをするなどコミュニケーションを大事にしながら制作を進めるように心がけています。 またあの去年コロナの影響もとても大きかったと思うんですけれどもとウェブデザインを勉強される方が本当に年々増えています。で実際にあの現在勉強中の方ともよく話をしたりあの聞いたりするんですけれどもあの自分のスキルがないから将来が不安ですとかあとはコロナの影響で今の仕事がどうなるかわからない。 あとは小さい子がいるから家でできる仕事がしたいなどあの本当に始める理由は人それぞれ違うんですがあのその勉強したいという勉強しようとする気持ちは非常に大事だと思うので是非少しずつでもあのなんか触れてみてほしいなと思います。でまあ、これは個人的なあの見解にはなるんですけれども。 まあ、主に、えー、コーディングをするコーダーっていう職種はどこの会社さんでも割と人手が足りていないのであのデザインをメインに勉強するよりはコーディングをメインにあの勉強していった方があの、まあ、非常に優位かなと思いますでただコーディングってこう習得するまでに結構時間がかかってしまうものなので 途中で挫折しまったりとか自分には向いてないんじゃないかって諦めてしまう方もあの多いんですが、まあ、本当にスポーツと同じで毎日こう10分でも20分でもあの行動をいじるとか見るとか見るだけでも全然いいと思うのでそういった癖をつけていければあの必ずできるようになるものだと私は思っています。 で実際に私もまだまだできないことやあの知らないことは本当にあのウェブの業界は広いし深いのであのたくさんあります。で HTML とか CSS 以外の他の言語も多々ありますで。そういった他の言語も使いこなせるようにあのなっていきたいので、まあ、日々勉強の毎日なんですがそうは言ってもあの自分の好きなことを を毎日仕事にできているのでとても楽しい日々を過ごせているなと感じていますで、まあ、最後になりますけれどもこれからも周りの人に感謝しながら制作とレッスンと両輪で頑張っていきたいなと思っています はい、いありがとうございます。本当にその人らしさの世界観がどんどんとこう発揮される世界になってほしいと思いますしなんか高木さんのお話を聞きながら、えー、日々、少しずつでもこうステップアップをしていく継続してやることでどんどん自分の,あの意識とか行動の範囲が広がっていくんだなっていうことを話し聞きながら感じることができました。うんはい 高木さん本日は貴重なお話をありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。